はい、こんにちは。この子猫です。今回は明治末期から昭和中期までに活躍した日本を代表する作家谷崎潤一郎の傑作ささめ雪、お見合いバラエティ小説と言っても過言ではない、この小説の中に漂う死の描写について考察していきたいと思います。ネタバレを含みます。未読の方向けにネタバレなしの動画も上げております。説明欄にリンクを貼っておりますので、未読の方はそちらをご覧ください。さて、ささめ雪、美人4姉妹の三女ゆき子のお見合いラッシュを軸に話が進む本作、双方の家の思惑が絡み合うめんどくさいお見合い、それぞれ性格に問題がある4姉妹のせいでまとまる縁談もまとまらない。さらには四女妙子は見合いじゃなくて恋愛がいいと言い出す始末と、なんともですね、喜劇的要素が強い作品なんですが、この話見合いという主軸のすぐ隣に死が描かれることが多いんです。三女ゆき子の保護者代わりである次女幸子は、三女ゆき子のお見合いの直前に流産してしまい、お見合いは延期。その後お見合いを延期しすぎるのは悪いからと、本調子ではないながらもゆき子の保護者としてお見合いに立ち会うも、配慮のない相手方にやたらめったら歩かされ、もうすぐにでも帰りたいのに相手の自宅にまで招かれて、見たくもない家を案内され満身創痍になる。そんな様子が喜劇的に描かれるのですが、次女幸子は流産したことに舞を泣いてしまうほど本当は悲劇の場面なわけです。喜劇と悲劇がブレンドされているわけです。また別のシーンでは凄まじい洪水の描写があって、四女妙子は首の下まで水に浸かるという危ういところまで行きながらも、板倉という写真師に助けられ九死に一生を得るというシーンがあります。板倉は身分の低い男で、四女妙子とは身分の差があるのですが、次女幸子と三女ゆき子がお見合いのため東京に出向いている際に、なんと四女妙子と板倉が付き合っているというスキャンダルが発覚してしまいます。三女ゆき子のお見合いにも影響するからとどうしたものかと思案するのですが、板倉はちょっとした手術の合併症であっけなく死んでしまい、四女妙子が身分の低い者と結婚するというスキャンダルは回避できます。これもですね、悲劇、喜劇、悲劇のサンドイッチ構造になっています。そして極めつけはラスト、三女ゆき子のお見合いがようやく成功し、いざ結婚という裏で四女妙子が板倉とは別の男の子供を身ごもっていることが発覚し、秘密裏に出産させようとするも結局死産に終わってしまいます。姉妹たちの保護者代わりである次女幸子は、三女ゆき子の結婚という祝いの場に向かう列車の中で腹痛に苛まれているというシーンでこの物語は幕を閉じます。と、こんな感じでですね、この作品、死が日常とすぐ隣り合わせにあって、お見合いという晴れの場にしれっと死が入り込んでくるんです。もちろんですね、今と違って、医療がそこまで発達していなかった昭和の時代、出産やちょっとした病気が死につながることも多かったのだと思います。それにしても死の描写が多すぎるような気がします。実はこのささめ雪、谷崎潤一郎が第二次世界大戦真っ只中に書き上げた作品です。
軍務から内容が戦時にそぐわないとして連載を差し止められながらも家で隠れて執筆を続け、ホンドバゲが開始され空襲警報が鳴り響く中でも、ここに爆弾は落ちてこないさと言って机に向かって原稿を書き続けたそうです。ささめ雪の舞台となった世界も第二次世界大戦時です、しかし作品内では戦争のことは多少書かれてはいるものの、その影の部分が物語に影響を与えることはほとんどなく、相変わらず三女のお見合いは続いていきます。いや、しかし谷崎潤一郎はリアルの世界で感じていた戦争という死の空気を作品内で、手術失敗による死や死産などに、変換して溶け込ませることで、知らず知らずのうちに死を投影させていたのではないか、私はそう感じました。戦前のね、お見合いの雰囲気を面白おかしく楽しめるだけでなく、こうした死の描写、特にね、四条妙子が被災した洪水の描写などはリアリティがあって思わず息を飲みました。こういうね、死の描写の巧みさにも簡単できる一冊ですので、ぜひ谷崎潤一郎のささめ雪、未読の方は読んでいただければと思います。と、こんな感じで今回はささめ雪の中にある死の描写について考察しました。このようにこのチャンネルでは毎日1回読書に関する動画を上げておりますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。